皆さんこんにちは。敦子ストロンゲストです。今回ご紹介する本ははい、こちらです。人間の土地へ小松ゆかさんです。えっとこの方は一応写真家ということなんですけれども、えっとまあ、高校時代にですね。登山と巡り合ってあのですね。海外のこう、有名な山に登って。登 であの登山活動をしていたんですけれどもそこからですねあのシリアに関わることになったんですね。でシリアに関わってシリア人の男性とですね、まあ、付き合って結婚して、まあ、日本 にに住みまあ、シリアに行ったりです、ね、いろいろそのことを本に書いているんですけれどもまあ私はですねちょっと全然シリアには詳しくなくてですねまあ、あの遺跡が昔の遺跡が有名なところかなぐらいしか知らなかったんですけれども、まあ、内戦でですね結構大変な暮らしをしているようなんですね。でですねまあ、現地に暮らしてまあいろいろですねあの そのご主人になる男性の、えー、と家族の人があの連行されてしまったりとかあとですね、まあ、なかなか騙されたのに気が付かなかったりですとか、まあ、何をするにも賄賂がなければいけないとか。 あの日本に暮らしているとですねちょっと想像を絶するようなことが多いんですけれどもまあですねあの本当にこちらはあのー、何でしょうねあったことをそのまま淡々とあの書いてあってすごくそのシリアについて分かりやすく書いてあると思います。皆様にも是非読んでいいいいたただきたいと思いますはい 今回もご覧いただきまたこのようにですねとても興味深い本がありましたらこちらでご紹介しますので次回以降もまた是非見ていただけると嬉しいですよろしくお願いします